皆様こんにちは、秀樹有光です。こちらは阪急京都本線の終点、京都河原町駅です。ただいま到着いたしました列車は特急大阪梅田駅です。今回の動画はこの列車の全面展望で秀樹有光解説をしていきます。よろしくお願いします。本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は特急大阪梅田行きです。京都河原町駅は2019年令和元年10月1日に河原町駅から現在の駅名に変更されました。京都の中心部にある駅であるということが分かりやすくするために京都を頭につけました。この時他にも梅田から大阪梅田、石橋から石橋阪大前へと改称されています。とはいえね、案内放送などでは私の子供の頃から特急京都河原町行きとかね、急行大阪梅田行きと案内されていましたので、あんまり違和感はありませんでした。その昔ね、私の子供の頃の京都線の運行標識板には大阪京都とね書かれておりましたので、昔はのんびりしたもんやったんですね。まもなく列車発車いたします。お待たせしました。1号線特急大阪梅田行き、ただいま発車します。それでは京都河原町駅を出発です。早速の見どころがありまして、左側に見えますのは2号線です。この河原町駅は興味深い構造をしておりまして、島式ホームを切り欠き一面3線構造となっております。この駅が地下駅として開業した1963年、同じように地下駅として開業した大阪の京阪淀屋橋駅も同じような構造ですが、淀屋橋駅はね、特急の停車している間に普通列車がその前に縦列停車して客扱い折り返しして特急よりも先に発車していくといった光景が見られました。京都河原町駅の2号線は普段は基本的には使用されてないそうですが、休日に運転される京都レインはこの2号線で発着しております。私の子供の頃にはね、基本パターンとして15分ヘッドで1号線に特急、2号線に普通、3号線に急行と分類されていましたが、現在は到着する列車の種別が基本的に特急と準急が10分ヘッドで着発していますので、1号線と3号線だけでさばけるんでしょうね。列車は間もなく烏丸駅に到着いたします。烏丸駅は京都市営地下鉄烏丸線との接続駅で、京都駅とのアクセスはこの烏丸線乗り換えとなります。列車は烏丸駅を出発し、次の停車駅は桂です。昔の京都線の特急は重曹大宮間がノンストップでしたが、現在ではね、停車駅が増えて、それでも逆に大宮駅は通過となりました。この現在走っております地下線は東海道新幹線が開業する1年前の1963年、昭和38年に大宮河原町間が開業しました。ですのでね、烏丸駅も河原町駅もその時に開業しておりますので、島式ホームの同じような構造になっておりますが、次の大宮駅は地下線で開業したのが1931年、昭和6年で、だいぶ古いですよね。駅の構造も相対式で、随分様子が違います。列車はその大宮駅を通過します。大宮駅では旧福嵐山本線と接続して、映画村のある太秦や嵐山方面と連絡しております。ここから先の小川は戦前に開業した関西初の地下鉄道線となります。子供の頃、京都線を走る特急、急行の先頭車には8と大きく書かれたステッカーが扉横に貼られていました。これは当時7両分しかなかった山陰駅と大宮駅とでは、8両編成の一番後ろの車両は扉が開きませんとの注意表記でした。車掌さんのドアカットで対応していました。現在関西でドアカットを実施している駅では、山陽電鉄大塩駅上りホームがありますが、上下列車ともドアカットが2駅続いて、
かつ近い駅ということもあって車掌さんの気苦労もね多かったものと推測します。列車はまもなく山陰駅を通過します。この駅でも少し離れますが京福嵐山本線と接続をします。ただし京福は阪急山陰駅と同じ字を書いて西と呼びます。京都河原町駅から四条通りの下を西へ直進してきた線路も山陰駅を出ると左に曲がって地上への勾配を駆け上がります。地上へ顔を出し堀割区間を走ります。この地下線の開業が1931年、昭和6年、阪神本線の神戸地下線の開業が1933年で、この堀割区間の構造がよく似ているように思います。元関西テレビのアナウンサー桑原翔平さんが子供の頃この辺りにお住まいで、翔平少年が悪いいたずらをするとね、この堀割区間の線路の上にかかる保線橋から吊るされたとラジオで話されていたのを覚えております。まもなく通過します西京極駅には西京極総合運動公園前という副駅名がついてまして、その園内には若狭スタジアムがあります。このスタジアムは旧阪急ブレーブスの準本拠地西京極球場でした。子供心にね、阪急ブレーブスは神戸線のものみたいな感覚があったんですが、西京極でもブレーブスの試合をしているのを知って京都線沿線だった私には誇らしく感じたものでした。列車は西京極駅を通過します。西京極は平安京の西端の南北道路であった西京極王子に由来しています。この王子をね、北へ延長した線上にこの駅があります。列車は間もなく保津川下りと坂のトロッコ列車で名高い保津橋から嵐山渡月橋をくぐって流れてくる一級河川桂川を渡ります。桂川を渡り京都市右京区から西京区へ入ります。そして列車は嵐山線との接続駅桂駅に到着します。嵐山線は1984年まで京都線上下線の真ん中のホームから発着しており、京都線上り線を越えて嵐山へ向かっていました。前方を右へ分かれていくのが嵐山線ですが、そこに残る緑色のガーター橋の下を京都線上り線がくぐっていたのだと思います。現在は西側のホームより嵐山専用の6300系が発着しております。嵐山線の軸停で見えませんでしたが、桂には桂車庫が併設されております。列車は桂駅に到着です。桂駅は桂離宮の最寄り駅となっております。江戸時代に創建され、現在まで火災に遭遇していないということでね、ほぼ創建当時の姿を今日に留めているのだそうです。桂離宮へは桂駅から徒歩20分、少し距離があるなという方には京都市営バスまたは京阪京都交通バスの桂離宮前バス停から徒歩8分です。列車はまっすぐな高架線を快調に飛ばしていきます。次の駅、落西口駅は2003年に開業した比較的新しい駅ですが、終戦直後にはもずめという駅が存在していました。先日この辺りに戦闘機のエンジンを作る軍需工場が作られ、その婚姻用にもずめ駅が計画され、1946年昭和21年に開業した時にはすでに終戦を迎えていて、駅は2年後の1948年に廃止となりました。列車は2003年高架駅として開業した落西口駅を通過します。落西口駅から西へ2キロほどのところに落西ニュータウンがあり、また東には500メートルほどのところに
JR 桂川駅が2008年に開業しました。そして阪急と JR 線との間にあったキリンビール京都工場跡地にはイオンモール京都桂川が開設されて、新しい街づくりで賑やかになってきております。もずめ駅廃止の時にはね、こんなに賑やかになるとは想像もつかなかったでしょうね。列車は東向こう駅を通過します。阪急京都本線を建設した新京阪鉄道の目標は名古屋進出で、実際にね、名古屋急行電鉄として名古屋までの路線の免許を取得していました。当時の西向こう町駅から分岐し、東へ向かって伏見、山科、草津、八日市から三重県の菰野へ抜けて名古屋、熱田へ、大阪から約2時間で結ぶ壮大な計画でした。計画は世界恐慌の影響を受けて実現することはなく、免許は失効してしまいました。西向こう駅の下りホームがやや広いのと、その京都方にスペースがあるのは、その名古屋へ分岐するための用地だったと聞いたことがあります。列車は西向こう駅を通過します。進行方向左側にご注目ください。西向こう駅から北へ徒歩5分ほど行ったところに大黒殿公園があります。こここそが784年から794年に平安京に遷都されるまでの間10年間、存在した長岡京の大黒殿があった場所になります。1978年、昭和53年に西向こう駅の高麗踏切を廃止して高麗地下通路の工事に際し、長岡京の、ね、遺跡にかかっているということから先に発掘調査を行ったところ、長岡京時代の遺構やそれ以前の時代の溝などが発見されたそうです。このニュースは覚えてないんですが、そういえば小学校低学年の頃に京都線の特急に乗っていて、西向こう駅通過の際に徐行運転を行っていた記憶があります。あれは今思えば発掘調査の現場通過による徐行やったのかもしれませんね。列車は長岡天神に到着します。西山線の3方面各駅へは次の準急にお乗り換えください。この先高槻市で各駅停車と連続します。出口は左側です。長岡天神駅は今では特急停車駅となっておりますが、昔はラッシュ時のみ急行が停車する駅でした。1979年に終日急行停車駅となりました。昔ね、京都線の急行の運行標識板は円形に白地に大きく中央に急と赤字で書かれていて、左右に縦書きで大阪京都と書かれていました。そんな中ね、たまにこの行き先部分が黄色に塗られた標識板を掲げて走る列車があって、多分あの列車が長岡天神駅に停車する急行やったんではないかと思っておりますが、実際のところどうなんでしょうね。次の西山天王山駅は2013年、平成25年に開業しました。頭上を通る京都縦貫自動車道には高速長岡京バスストップが設けられ、高速バスの乗り換えができます。この先左側から JR 東海道本線が近づいてきて、名神高速道路をくぐったあたりから大山崎駅手前まで JR 4本阪急2本の線路が並んで、列車は並走します。この区間こそ新京阪の P6 が超特急つだめを追い抜いたという伝説の場所になります。新京阪の P6 とは、新京阪鉄道が1927年から導入した電車で、最高速度120キロ、
大型の車体かつ車内も豪華な、昭和初期としましてはとんでもなく贅沢な電車でした。一方、超特急つばめ号は東京大阪間を結ぶ日本を代表する特急列車で、その超特急つばめ号をね、追い抜くほど速い電車ということで、新京阪の名とともに現在でも語り継がれています。 D6 は京阪電気鉄道時代は D100、 戦後阪急となってからは100型と変化し、1973年まで活躍しました。そのうち116号車は現在でもね、強弱工場で胴体保存されています。列車は東海道本線の下をくぐり大山崎駅へ向かいます。東海道本線は4線ありますんでね、くぐっている時間が長く、昼間の電車で車内灯を消していますと車内がかなり暗くなりますんで、小学校の頃遠足でこの区間を通過しますと急に真っ暗になるんでね、同級生たちとキャーキャー騒いだのを覚えております。列車は大山崎駅を通過し、この辺りで大阪府に入ります。左側には JR 東海道新幹線が並んで走ります。先ほどのね、超特急つばめ号の屈辱を晴らすかのように、ここでは JR が阪急の特急を追い抜いていきます。新幹線の向こうには稲市と呼ばれる国道171号線、そして桂川、内川、木津川が合流して淀川になるあたり、右側には先ほど上を越えていった JR 東海道本線、そしてその向こうには名神高速道路と、これらの交通機関が大阪へ向けて並走する区間になります。それほどこの区間は北を右折山地、南を淀川に挟まれた狭隘な区間に交通機関が集中して走ります。この区間、一時期横の新幹線の線路上を阪急電車が走っていたことがありました。今ではテレビとかで紹介されていてね、ご存知の方多いと思いますが、私が子供の頃鉄道の本でこのことを知ってびっくりしたことを覚えています。東海道新幹線を計画していた国鉄はこの区間でルートの選定に苦労したらしいです。いろんなね、案を考えた結果、すでに地上を走っていた阪急と一緒に共同盛土高架で建設することになりました。ということでね、建設費の分担はどのようになっていたのかは存じませんが、単独で高架にするよりははるかに安いはずで、この区間にあった22箇所の踏切を立体交差化して保安度が向上しております。それでもね、既存の京都線の線路を列車の運行を止めることなく高架化するのは困難でありますんでね、先に阪急京都線の横に新幹線の線路を敷設し、そちらに阪急電車を走らせながら既存の地上京都線を撤去し高架化して現在の姿になりました。最近では越前鉄道の福井駅で同じような現象が起きていましたが、なかなかね、興味深い話です。まもなく並走区間が終わり、京都線の線路は地平降りで東海道新幹線と離れていきます。今回はこの区間で新幹線に向かれませんでしたね。先ほど通過しました関牧駅から次の高槻市駅までは 4.3 キロで、阪急電鉄では最も長い駅間距離になっています。阪急京都本線はもともと京阪電気鉄道の支線として計画され、京阪の子会社新京阪鉄道によって建設されました。1925年、大正14年に天神橋、現在の天神橋6丁目から淡路間が開業、1928年、昭和3年には京都山陰、現在の山陰まで延伸、1930年には京阪電気鉄道が新京阪を合併、京都本線淡路京都山陰間は京阪電気鉄道の新京阪線となり、1931年に地下線で京阪京都、現在の大宮まで延伸しました。
まもなく進行方向右側に、今年2021年3月27日に全面オープンしました浜遺跡公園が見えてきます。1928年に発見された弥生時代の遺跡浜遺跡を生かした広大な公園です。この画面からではね、ちょっと見えにくいですが、電車からはよく見えまして、その広さを体感できます。この浜遺跡ですがね、発見されたのが1928年と言いますと、新京阪が京都山陰を目指して延伸していた都市ですのでね、かなり昔のことになります。園内には広場やカフェがありますが、なんといっても鉄道マニアの楽しみは、公園を挟むようにして走る JR 東海道本線と我が阪急京都線の電車が見えることですよね。大阪メトロ堺筋線の電車が止まっていますね。阪急京都線と相互直通運転を実施している大阪メトロ堺筋線から直通してくる普通列車は高槻市までで、この留置線で折り返しています。まもなく列車は高槻市駅に到着します。高槻市駅は1981年、昭和56年より高架工事が開始され、1989年に下り線高架、1993年に上り線が高架化されて、1994年に周辺の工事も終わりまして、連続立体交差事業が完成しました。ほぼ同時期に茨城市駅も高架工事が始まり、1982年のダイヤ改正で、さすがの京都線の特急もね、徐行運転によるスピードダウンが実施されて、運用に必要な本数が増えて、1984年に先頭車にパンタグラフのついた6300系、6330型が1編成増備されています。列車は海上に飛ばしておりますが、そういえば長い間カーブしてないと思いませんかね。巻き戻してご覧いただければ面白いと思いますが、東海道新幹線と分かれ右にカーブしてから、高槻市駅の折り返し線を避ける路にカーブしたほかは、ずっと直線で走っております。この直線は次の富田駅手前まで続いておりまして、約6キロ、阪急で一番長い直線区間となっております。次の富田駅は、上り線、京都駅方面のみに待避線が設けられています。1928年に富田町駅としてね、開業した時には、上下線ともに待避線がありましたが、1933年までに撤去されました。そして時代は流れ、1982年、先にね、お話ししました高槻市駅の高架化工事が始まり、この高槻市駅のね、上り線の待避線が設けられなくなったことから、富田駅に待避線が設けられました。阪急でホームのない通過線があるのは、この富田駅上り線と神戸線の六甲駅上下線だけとなっております。富田駅の上りホームの京都寄りには、2001年頃まで無人出口があって、大阪府立高槻養護学校の制服を着用した生徒や、松下電機産業、松下電子工業の車掌を着用した社員向けに使用されていたそうです。お隣の JR 摂津富田駅にもね、松下口という出口があって、パナソニックや明治の社員が平日朝の通勤時に現在でも使用しているそうです。列車は間もなく西国33所、第22番札所、総持寺の最寄り駅、総持寺駅を通過します。総持寺駅は新京阪線開業の時には駅はなくて、1936年、昭和11年に京阪による総持寺前住宅地の分譲に合わせて開設されました。
2018年には JR 東海道本線に JR 総持寺駅が開業しております。列車は愛川を渡り、まもなく茨城市駅に到着します。もう40年ほど前になりますが、茨城市駅、確か南側のショッピングセンターの中にあったと思うんですが、キンダートイというね、模型屋さんがありまして、小学生の頃、そのお店で鉄道模型を買ったのを思い出しました。ご存知の方、おられますかね。茨城市駅に到着です。先ほどの高槻市駅でも特急とすれ違いましたが、また特急がやってきましたね。10分ヘッドで運転されていますので頻繁にすれ違います。茨城市駅は1970年の大阪万博の時に会場東ゲートと結ぶシャトルバスが運行されていました。それに間に合うように駅西側が整備され、今でも路線バスの発着に使用されています。茨城市駅の高架は1988年に上り線が、1990年に下り線、そして連続立体交差事業が完成したのは1992年のことになります。次の駅、南茨城駅では大阪モノレールと接続します。まもなく前方に見えてくるかなり高い高架橋はモノレールと間違えそうなんですが、こちらは JR 東海道本線の吹田信号場から大阪貨物ターミナル駅を結ぶ貨物線になります。この路線はね、住宅地を通るので単線の線路の両側に車両の屋根ぐらいの高さまでの防音壁が設けられていますんでね、一見モノレールの高架だと思ってしまうのは私だけでしょうか。列車は南茨城駅を通過します。南茨城駅は1970年の大阪万博開催に際して開設されました。この駅には同じく大阪万博開催に際して整備された大阪府道2号、大阪中央環状線、中間と呼ばれる道路が交わり、この南茨城駅と万博メインゲートまでをシャトルバスで直結していました。茨城市駅でも万博会場東ゲートとバスで結ばれ、千里線にもね、新駅、万国博西口駅を開設、そして大阪市営地下鉄御堂筋線と総合乗り入れする阪急の子会社、北大阪急行電鉄は万国博中央口まで開業。阪急以外にもね、万博輸送には力を入れている会社がたくさんありましたが、それでも運びきれないほどの需要があったということですから、大阪万博の凄さがわかりますね。南茨城駅は万博のために開業した駅でしたが、1990年には大阪モノレールが開業し、2001年には急行、現在の快速の停車駅となりまして、重要な駅となっております。列車は摂津市駅を通過します。摂津市駅は2010年に開業した駅で、日本初のカーボンニュートラルステーションとして、太陽光発電や LED 照明などで、省エネ化を実施して二酸化炭素の排出量を半分にして、残りは CO2 排出額の購入で、名目上ではありますが二酸化炭素排出ゼロの駅となっております。摂津市駅は2023年より高架化工事に着手し、2033年度に完工する予定となっております。進行方向右側は長尺車庫です。長尺車庫は京都線の電車を管理しておりますが、併設されている長尺工場は阪急の全車両と都市電鉄の定期検査を実施しています。ですんでね、神戸線や宝塚線、都市電車が定期検査の時にはここ長尺まで改装されてきます。子供の頃、京都線に神戸線や宝塚線の電車がね、走ってくるのを見てびっくりした記憶があります。そして今度は左側にご注目いただきたいのですが、ここには大阪メトロ堺筋線の東吹田検車場があります。堺筋線は他のメトロの路線と仕様が違いますんでね、独立した路線となってまして、
かつ大阪市内に車庫用地を設けることが困難でしたので、阪急線内に車庫が設けられております。当然ですが、車庫内は大阪メトロの社員で管理されていますが、車庫を出ますとね、阪急の乗務員がいないと電車は走りませんので、最近ではあまりありませんが、阪急がストライキをした場合でもね、メトロの電車だけは運転することが決められているそうです。列車は相川を渡り、吹田市から大阪市東淀川区に入ります。茨城市駅到着前に渡った相川は、ここまで京都線と並行して流れ、この先で神崎川と合流します。列車は相川駅を通過します。相川駅の駅前、相川に架かる橋は現在でも新京阪橋と呼ばれています。渡る道路は相川停車場線ですんでね、吹田の町側から新京阪を、ね、利用するために架けられた橋なんでしょうね。ちなみに相川駅は大阪市東淀川区、開業時は西成郡でしたが、開業時の駅名は吹田町でした。列車は上新庄駅を通過します。上新庄駅は混雑する大阪内環状線道路と立体交差するために1975年に移設の上高架化されました。その高架を降りて東海道新幹線の下をくぐります。そして南下していた列車は大きく右へカーブして淡路駅へと向かいます。次の淡路駅は現在高架工事の真っ最中で、京都線に関してはこの辺りより高架線を上がっていくような形になると思います。この阪急電鉄京都線千里線淡路駅付近連続立体交差事業はかなり大掛かりなもので、淡路駅で上下線を2線構造とし、4階部分に下り線梅田栄筋方面、3階部分に上り線京都北千里方面、そして2階部分に改札や駅コンコースなどが設けられる予定で、現在ダイヤ状のボトルネックになっている平面交差を解消する計画であります。ただし淡路駅のすぐ東側には JR 西日本さんの大阪東線の高架がありまして、それを二重構造で乗り越えるため、かなり巨大な高架線となる模様です。この連続立体交差事業では、淡路駅のほか総前寺駅、下新城駅、国島駅が高架となります。前方にはね、かなり大きな巨大な高架線が見えてまいりました。あの上を阪急電車が走る日が来るんですよね。この工事の完成は2027年度末になるとのことです。現在の淡路駅は2面4線の駅で、京都線と千里線が同一方向でなら平面で乗り換え可能となっております。さてね、淡路駅は2号線から5号線までで、1号線がないんですよね。1号線がない理由は、淡路駅を出発した後にお話しいたします。列車は淡路駅4号線に到着です。反対の5号線には天下茶屋行きの大阪メトロの電車が止まっております。
淡路駅を出発するとすぐに千里線と分岐します。左に行きますと天神橋筋6丁目栄筋線方面で、直進するこの特急列車は大阪梅田へと向かいます。この先の高架工事は途中から直上工法が採用され、現在線の真上に高架線を作っていきます。途中までは上にね、高架が乗っかっていて真っ暗な中を過ぎますが、途中からは線路の左右にコンクリートの柱が並ぶ面白い光景の中を走りますので、ご注目ください。さて、淡路駅の1号線がない理由ですが、今まで走ってきた京都線は新京阪鉄道が開業した路線でしたが、新京阪の大阪のターミナルは天神橋駅で、新京阪線の電車は先ほど淡路駅を出てすぐの分岐を左へ入って、天神橋駅、現在の天神橋筋6丁目へ向かっていました。そして今走っている路線は北大阪天気鉄道が開業させております。その元を遡ればこの区間は東海道本線やったんですね。北大阪電気鉄道が東海道線の廃線跡の払い下げを受け、1921年に当時阪神急行電鉄だった十三駅と千里線の豊津、同年に千里浜までを開業させています。1923年には新京阪鉄道に鉄道事業を譲渡し、この路線は新京阪となるんですが、あくまでも新京阪のメインルートは今の千里線天神橋への路線が本線で、淡路十三間は十三線という支線扱いでした。そしてこの区間内で運転をしていました。その時に折り返しに使っていたのがこの淡路駅1号線やったんですね。その後区間運転はなくなり、1954年昭和29年に1号線は廃止となりました。どうやら高架工事はこの辺りまでのようですね。まもなく JR 東海道本線をくぐります。旧東海道線は吹田付近から今の阪急千里線のルートを通り、この付近で現行線のルートになって大阪へ向かっていました。線路の付け替えが行われたのが1913年、大正2年のことでした。列車は南方駅を通過します。ところで、先ほどから重曹淡路間とね、なんで梅田まで行かへんかったんやろなと不思議に思われませんでしたでしょうか。開業当時北大阪電気鉄道は資金難でとても淀川に橋を架けることができず、阪急に連絡して梅田連絡をしていました。京都線の電車が梅田へ乗り入れるようになったのは1944年昭和19年のことで、当時は京都線の橋梁はなく宝塚線に乗り入れて梅田まで運転されていました。京都線用の橋梁が架けられたのが1959年昭和34年ですが、当時の梅田駅の京都線用のホームは2線しかなかったことから、間もなく入線する十三駅6号線の左側に行き止まりの7号線が設けられて、京都線の一部の電車が7号線で折り返し運転をしていました。その7号線は1976年に廃止となりました。当時私は小学校入学した頃で、阪急電車のね、運行標識板のミニチュアが好きで梅田駅の売店で売っていたんですが、その販売用の掲示ポスターを眺めているのが好きでした。その中に普通重曹河原町という、ね、いう標識板があったのを覚えています。7号線の線路があったこともかすかになんですが、覚えております。当時はね、今のように簡単に情報が手に入りませんでしたので、この重曹駅7号線は謎めいていましてね、その存在をはっきりと認識したのは随分経ってからのことでした。なお現在でも京都本線の起点はここ重曹駅となっております。列車は重曹駅6号線に到着いたします。
列車は重曹駅を出発です。京都線は神戸宝塚線に比べて高い位置を走りますので、結構きつい勾配を登っていきます。左にカーブしながら京都線の梅田乗り入れを阻止し続けた新淀川橋梁を渡ります。先ほど京都線は重曹駅が起点と申しましたが、では今走ってる線はと言いますとね、宝塚線になるんですね。この区間は宝塚線の造線区間に乗り入れして走っていることになります。まあね、あくまでも戸籍上の話ですんで、路線案内などは京都線は大阪梅田、京都河原町とされています。この新淀川橋梁に向かうときに、川の向こうの線路の先に梅田のビル群が見えるのがね、私結構好きなんですね。都心に向かっていく電車って感じがします。まあ、実際にはあのビル群の奥に回り込んでいくっていう感じで梅田駅に入りますんで、この川を渡り切りますとぐねぐねとカーブが続きます。列車は中津駅付近を通過します。京都線には中津駅がないという話はね、よくネタにされますが、先述の通り京都線用の線路は1954年に増設されていますので、その時に用地の確保が難しく駅を設けられなかったらしいです。列車は JR 西日本の特急はるかや黒潮号が走る梅田貨物線をオーバークロスして右にカーブしながら、1日約50万人が利用する阪急最大のターミナル駅、大阪梅田駅に入っていきます。列車はその大阪梅田駅1号線に到着いたします。この動画は大阪梅田駅1号線到着をもってエンディングとさせていただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。ひで急行チャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録は真ん中の丸い枠をタップするだけです。